よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？あー、もうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているもの、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないから。お前の才能は本物のようだ。ならばこちらも手を抜かない。
コツつかんだんか。今のおめえならテクレッジやるじゃねえか。もう逃げられんぞ。やっ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 やリンクして間もないというのに、なかなかやるな。こんにちは、ブルマさん。ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。ふん、さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え？どういうこと？この人は孫君じゃないっていうの？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出ていきなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。それに、ここどこだ。変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ。なあ、おめえなんか知らねえか。もし分かんなら教えてくれ。おめえがおらの体に入ってるって。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりご馳走を食べさせる代わりに、この波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ。
地球のピンチなのよ。せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより、早く美味しい食べ物を出せ。つまり、助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねえか？ウシさんの声は聞こえんだけどな。困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィッサンは大丈夫なわけ？決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあ、この謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。
battle's about to start. Good luck! It's all or nothing! Fight it out! こいつにやってみろ。おい、やるじゃねえか。もう一丁だ。おっ、おっ、あたた。いい感じだ。次、行ってみっか。ほら、驚いたぞ。もう一丁だ。よっ、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 よっ。ほら、もううかうかしてらんねえな。今のおめえなら、これくらい大丈夫だ。十分慣れてきたみてえだな。お帰りなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。そう、例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えば、いつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。ん？ほら、急に出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから、力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてた。ソン君らしいわね。それじゃあ、ソン君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だと、あんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど、誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。
いやこれをやってみろ。おめえなら楽勝だったな。とっておきだ。ほらワクワクしてきたぞ。してらんねえな。次はこれをやってみろ。すげえな。ほら驚いたぞ。とっておきだ。ほらワクワクしてきたぞ。の力見せてくれ。驚いたな。次行ってみっか。すんげえな。もうコツつかんだんか。よし次はこれだ。
っとやってみてくれ。ほら驚いたぞ。次行ってみるか。いい修行になったな。次はこれをやってみろ。次はこれをやってみろ。最後だ。息で止めなら楽勝だったな。いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った。今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫くんの中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫くんからクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわ、俺の中に知らない奴が。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫くんの負担だって減るじゃない。確かに、悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。
be a great fight! It's all or nothing! Fight! よし、修行始めるぞ。これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわり。なっ、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに気の質が違う。もしかしてこの気ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、セルの気は感じんのに戦ってる相手の気は感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだこの野郎。よくも俺の嫁さんを。誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴
様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。カイリン、セルの相手はオラがしっかだ。おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル、絶対に許さない。ふっ、しらじらしい縛りをする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だかわかりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。されてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助
かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね？できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Let's go!
ますか、ピン。これは寝てる？この目のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわ、悟空、またクローンが現れやがった。Brace yourself for the coming battle!波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？もう、だから。変な波動、原因、あんた弱くなる、悪いやつやっつける、オッケー？うん、ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあブルマさん落ち着いて。つまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいついいやつなのか。そう、いいやつ、すっげえいいやつだ。そうなのか。サタンもいいやつ。俺、いいやつ好きだ。いいやつなら、お前も友達。お菓子やる。あれ、お菓子ないのか。そんならブルマが、宇宙一うめえプリンを用意してくれっぞ。え？私？この間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先に孫君たちと一緒に戦って。わかった、先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだなんて。もう孫君ってば、後で覚えてなさいよ。
Brace yourself for the coming battle! Ready? Fight it out! よし、修行始めるぞ。はっ、いい修行になったな。次はこれをやってみろ。ほら、ワクワクしてきたぞ。最後だ、息入れてやるよ。ワンダフォー、マッサー、マッサー、ドッ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 、なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね、フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。ふん、お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、義乳特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。そう、そう、ピッコロか。すぐに来てくれ、敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。